どうも皆さん、こんにちは。母です。どうも、トマローズです。はい、横浜市で。いやいや、こんなさ、2人でこんな広い部屋さ、すごいもったいないよ。もう多分これはもう家族でお祭りっていうか、もうお祝い事するレベルの個室よね。いやいや、ほんとよ。何人入るって話じゃん。いや、でも YouTube 撮りたいって言ったらさ、まあ、こうなる。そうだね。はい、いや、今日実は僕ら午前中、番組が一緒でして、初めてだね、テレビ。初。テレビ出演を同時にする。同時にするの、ね、初めて、はい。土曜はカラフル。8月5日放送だね。アンミカさんと共演させていただいて。ぜひ見てください。楽しかったね。楽しかったね。いや、で、そこでもちょっと話が出たんだけど、うん、バチェラー5がさ、はい、始まるということで。楽しみでしかないです。まあ、一旦さ、まあ、俺実はちょっとこの動画の前に先んじてね、長谷川さんが、うん、バチェラーになったことに対してのコメントを一旦したんだけど、はい、ローズ的には忖度抜きだよ、うん、その長谷川さんがバチェラーだっていうのは、ね、そのいかがなもんなの。いやでも楽しみよな、うん、あのバチェロレッテの旅を経ての、うんうん、長谷川さん、はい、やっぱあなたも変化したじゃないですか。なるほどなるほど。バチェロレッテからのバチェラーって、うんうん、やっぱり心境の変化も違うし、あの旅に出たことによって人としてきっと成長してる部分もたくさんあるから、うんうん、それをね、どこまででもね、うん、そう、それはそうで、バチェロレッテで見てた本人と、うん、実際バチェラーになったら、まあ違う可能性あるからね、うん、僕もそうだったけど。だし、なんかその、紹介ムービーもさ、なんか、あえて全然バチェラーっぽくなく作ってるじゃん。そう。あれ、俺ね、戦略だと思ったよ。あー、やっぱり？なんか自信あると思ってる、アマゾン今回。あー。お前ら、存分に今、バカにしとけと、うん。見ろよと、長谷川の物語見とけよっていう意思表示だと俺思っちゃった。なるほどね、逆にね、うん、だって、うん、普通やっぱちょっとバチェラーっぽさをさ無理やりでも作るじゃん、うん、そうだね、うん、あのなんか それで言うと今公開されてる動画見てる限りはそのまんまの長谷川さんだなって言ってたことは、車よりも歩いた方が健康にいい、唐揚げは残さない以上それ以外は言ってなかったね。言ってたね、うん、全力でダッシュしてましたしね、はい、いやでも俺思うの、バチェラーのいいところってその男性がどうこうって見どころもさることながら女性陣よ。またまたあの写真だけ見たけど、やっぱ綺麗な、くせ者揃いなわけ、大体毎回そう。だから今回も、まあ、長谷川さんの活躍もそうだけど、やっぱ女性陣を盛り上げてくれるという期待も込めて、で俺実はまだ見てないのよ、うん、その紹介 V を、紹介 V、 紹介 V ね、うん、だから今日今から一緒に紹介 V を見て2人の推しと予想しようぜっていう、うん、あ、最高じゃん。やる？やろうよ。ちょっとその前にちょっとノンアルビールでちょっと乾杯しようよ。そうなんだよ。で俺さっきから乾杯しようと思ったんだけど、グラスがね僕だけ置いてもらってる。そうそうそう。じゃあ改めて、はい、乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。いいね、いいね。じゃあ一人目いきますね。行こう行こう。わー、誰か行こうかな。鈴木ひかるさん、はい、お、こんな綺麗な方いらっしゃった。12万再生ですって、うん、すごい。じゃあ行きましょう。まあエレガントな感じね。ちょっと再生をちょっと早くしようか、うん、再生速度 1.5。 いいね、今回の演出すごく好きよ、この扉の向こうから見る。確かに。鈴木カフェ店員、あ、可愛いじゃん、素敵。写真で見るより可愛いね。健康志向のカフェでキッチン業とクロット業、ちょっと家庭的なね。準備も助けましょう。カメムシがひっくり返ってんのを助けるのちょっと嫌かも。うん、怖くないんだ。いやでも可愛いね。ああ、俺だ、うん、ローズだ、うん、いい、違うよ。違うよ。すごいハッピーな感じだね、全員。いやでもそう、僕ね、このありのままって言ったじゃん、この人結構自分の固定観念強そうだな、うん、世界観持ってそうだ、ね、うん、ありそう、うん、すごいお綺麗。結構ローズタイプじゃん、見た目的には。全員タイプよ。見分けてるけど大丈夫そう。敵よ、みんな。今回2人目、武田智美。あ、ネイルすごい綺麗。ちょっと言っていいですか、うん、知ってるんですよ。知ってる？知ってる。あ、でもヨガインストラクターだから近い仕事。あのね、ミラーフィットのコンテンツに昔出てくれてたの。あ、そうなんや。そう、もう全然合ってないけど。団子会？団合会。団合会。だから結構結婚に対するモチベーション高そうだね。うん。独身を脱出。なるほどね。でもちょっとその結婚が目的にならないようにはしたいよね。うん。恥ずかしい。なんだろう。正直わかんない。なんだろう。結婚が目的？どういうこと？いや、
独身を脱出したいとかさ、うん、なんか定位置が好きならばとかはいいと思うんだけど、うん、結婚がしたいってなると、うん、ね、なんか結婚がゴールみたいになっちゃうじゃない。確かに。大島さん、この人なんかバリキャリじゃなかった？魔性の魔人で相反する。ジュリーと申します。飲食店経営をしています、うん、経営者だって。まあすごい、なんかそういう旅を通して可愛らしい、うん、人生成長ができるかな。みんな写真よりやっぱり愛嬌があるし、気持ちが追われる方も恋愛が多かったので、バッチリじゃない。各一式プレゼントしてもらったりとか、家族はめちゃくちゃ大事にしてて、おばあちゃんとママのお誕生日の時、年に2回必ず家族旅行に連れて行ったりとか、もう優しい。一つでずっと育ててもらったんで、家族愛があるんで、本当尊敬してますね。そこ大事だね。いいパチラーさんなんじゃないかなと思います。誠実さが適応してきます。人間性とか、私多分そんなに誠実なんで、嘘つかないし、嫌なことは嫌だとか多分伝えられるんで、自分の正義感強すぎて敵作ることも多いと思うんですけど、誠実激推しね。それは順番おかしくないみたいな。まあ、圭一が誠実かどうかって言ったでしょ。でも多分言ってる割にはすごい喋り方がマイルドだから、うまい伝え方として本当にやっぱ固めたと思ってるんで、経営者だしね。行ったら多分絶対見てくれるって信じてます。圭一はずっとさ、バラエティー中なんだよ。ヘラヘラしてるずっと。あの人、うん、あ、今回ね、これ気になってた。やっぱポーズもスギちゃんポーズだしさ、うん、ダイバーシティー感あるよね。ほら、靴もさ、ヒールじゃなくてあえてサンダルなのに。あー、アーティストだ。アーティストさ、作風はテクスチャーアートといって、いろいろ想像をかきたてられるような質感だったり色味で表現するっていう感じの作品を作っています。お花が踊りでます。長谷川さんだけはみんな圭一さん好きなんで、ね、すごい見てるの、ね、しょうがない状態なので、ただこれはいいなと思います。感情はあるから、なんか今多分なんとなく芸術家としてご飯食べれてるのかなって思いますし、やっぱりこれは強みだと思ってじんわりやんわり自然体でありながらやっていけたらなと。でも無理してない感じがいい、すごい自然体。できるように頑張ります。仲良くなりたい。うん、ね、なんか普通にお話っていうか絵も好きだからさ、買いたいし、うん、あ、ちょっとなんか寸賢した感じがきましたね。あら、餃子？みんなの笑顔より、そろそろ自分の幸せ。いいね、意志を感じるね。職業はフードアドバイザーしています。中国の方だ、うん、あ、そう？名前、あ、シュウさん。あ、シュウさん、メインはケータリングのビジネスをしています。私の食すごい大事で、食を通じてハッピー、ポジティブ、ワクワクを伝えられたらいいなと思います。なんかビジネスね、アジアンビューティー。友達から一番言われるのに、黙ってなくても綺麗だし持ててると思うんですけど、ちょっとお願いします。いいね、この人絶対 B 型だ。俺とちょっと似てる。本当？そんなわかる、わかるわかる。多分この人 B 型。自分自身じゃ気づけない、バイバイギャーギャーではなく、深みのある堂々としてるね。堂々としてる。なんか一緒にしたらすごい楽しそう。系統が長谷川さんにハマってない気がする。でもただ出会ってちょっと男からするとパキパキしすぎて、うん、疲れさせなければいいなと思う。あ、でもなんかいい、うん、うん、なんか今までにいなかったタイプの人が多いね。うん、竹下さん、竹下さん、うん、恐れの殺し、最後の恋はバチェラー、マジです。職業はメイク講師をしています。本気だ、華やかなお顔だし、ね、見つけに来たのと、旅にもうその方と結婚するんだっていう気持ちで今まで付き合ってきたので、結婚っていうのがテーマなので、次にアップステップアップしたいなと思って申しました。割と今お金じゃなくて、本当は愛だったら、ね、愛嬌あって可愛いな、少し目を閉じれるのか、こうなったら自分は納得するのか、ちょっと正直知りたい、うん、長谷川さんと知った時にすごい嬉しくて思えないぐらい、なんか取り入れられる。綺麗だよ、きっと知ってほしいです、私を。長谷川さんと一緒になります。いいね、うん、でもちゃんと自分のね、意思を主張してる、持ってるしね。だけ言葉遣いすごい丁寧、うん、やっぱ講師やってらっしゃいますね、うん。あ、出た、バービーちゃん。あ、これ何さ、星水さん、うん、ファンタジー君じゃん、僕や、綺麗、可愛らしい、お人形さんみたいね、バービーさんだよ、うん、日本の。あ、そうです、実家が琥珀店です。販売と、琥珀店めちゃ強い、作ったり、あと着付けをしたり、似合うとして映画とかすごい好きなんですけど、最近はホラー映画が好きで、いいね、そのギャップ。あとは、私ディズニーの物語の中で一
一番好きなので真実の出てきそうだもん、あの、あんな感じです、まんまだね、美女と野獣って付き合った彼が初めての彼氏、どうですかこれは、長谷川さんがどう受け止めるか、まあ、ケイツはそういうのは気にしなさそうだけどね、大人だし。でも、呉服店ってことはさ、なんかちょっとそこら辺控えめそうだよね。確かに。長谷川さんととにかく結ばれたいです。みんなケイツのこと大好きなんだよね。そのすごいお顔がはっきりしてるのに、その奥ゆかしさみたいなものも。ギャップだよね。ギャップがいいと。ギャップだよね。そう。結構みんなレベル高くない？はい。うん。でもみんなちょっと強そう。うん。なんかね、またね、私みたいな女の子っぽい子があんまりいない。うん。マジェラー学んで尽くしたもんね。チョッキターさん、とマジェラーはもうあのシーズン4まで全てとマジロレッテ1、2全て補修しております、うん、メインでお話されている女の子を一番初め見るんですけれども、2回目見るときはあの喋っていない子の表情を見たりとかスポット当てる子を変えながら見ていました、うん、衝撃的でしたね。リサイクル方式がまた来たのかというところで、リサイクル方式前回の話で非常に辛い思いされたかなって、一言が命取りになるものがあるので、番組では余計な一言をどんどん言っていこうかなって思っています。1回ぐらいカメラ目線でこれがヒット出るか、当たりハブで結構あるよね、ある、うん、ケイツさんにハマるかハマらないか、うん、あ、この子僕ね結構注目してる、僕も注目してる、西山さんね、うん、すごい綺麗だね、あ、そう、なんか雰囲気お上品そうだよ。男前な女友達は卒業します。西山真央です。元建設会社広報です。うん、ハッピーオーラーだね。恋愛から遠くなっていくばかりというか、すごい最近マイペースで恋愛ベタそうな感じになってしまって、ね、でもきっかけが欲しかったんです。やっぱりいつまでも子供でもないので、自分の思ってることとか自然体がいいんだよな、気づくかもしれないと思って動けなかったので、みんな今回なんかね、なバラしてるっていうか、会社もやめて好きなタウンのチャンスです。めちゃくちゃ男の子みたいな、それは先だけではないです。お前楽しそうだろ、一緒にいたら目なさそう、うん、なんか例えばこう話をよく聞いて突っ込みたいです、ちゃんと突っ込みもできるみたいなところを言ってほしい。でもこういうのってバチェラー最初の頃ってこういう人がいてくれるだけで意外と少し気持ちが和らぐから、なんかいてくれたらいいなって思っちゃうんだよね。気持ちのいい女性だとずっと一緒にいれるなというふうに思わせます。うんうんうん、ドキドキとの両立がね、うん、できるかどうか。そう、ね、結構さ、まあ、見てる側はさ、すごい女の目してるって分かるやん。うん、分かる。やっぱバチェラ側も分かる、それ。分かる。今すぐ女の子みたいな。うん。なんか、さっきの西山さんはそれがなんか、自然な感じがしたんだよね。でもなんか、女出すのは得意じゃないか。職業は舞台俳優をしています。本田さん、お綺麗なね、尊い感じの。いや、全然モテてこなかったと思います。告白されたこともそないですし、一人としか付き合ったことがないので、その男性自体は、蓋を開けてみたら、いろんなことに対してあの引き詰めたちょっとクズみたいなあ、ちょっと年下でいたいんですよではないですね、これ不安なことで言うとちょっと朝弱かったりとか、ちょっとご飯全然食べなかったりとかするんで、うん、キュートも違う、毎日の生活リズムは毎日お母さんと連絡取ってるんでホームシックじゃないですけど美味しくなるだろうな。ね、ちょっとなんか長谷川さんに会って天然か、天然か小悪魔かどっちかな気がする。していけたらありがとうって思います。まあ何言ってんだろうと思ってたって、ほら、もう僕ってありがとう、小悪魔か天然か、うんうん、これは結構両方あるな、うん、あ、この子ね、多分一番強いんじゃない、この子タイプさえハマれば、うん、面白い女の子、そっちなん、そっちなんだ。赤嶋由美です。アパレル業で働いています。真由美さんね、なんかでも一般的に男性が一番好きそうな、デザインをさせてもらっていて、それをモテては来た方なんですけど、なんか一番にはならずに2、3番目とか中途半端なところをこうふわーっと、それ自分で言うの珍しいタイプですね。一番可愛いではないけど、その他で賄っていく、補っていく感じですかね。はい、付き合いたいなって思った人は 100% 付き合いました、うん、それなりのところにはいるって感じです。もう結構自信か、やっぱり一番の女の子ちょっと俺怖いかもな、この人する方が相手も安心な。いや、これちょっと頑張って無理して言ってるの、その IKB48 の相手が好きで、高校の中学生の時にオーディションを見たことがあって、その時に仮研究生まで進みました。可愛い女の子を見て、その子みたいになりたいって思って、でもアイドルっぽいね、それが蓄積されて今の自分になってるかもしれないです。全体的にやっぱみんな自信がすごい。長谷川さんのイメージは、なんかすごく誠実そうな感じだったのと、相手としてはいいかもね。前回こちらのレッテ見てて、だからもうすぐ次の人を好きになれるのかなっていうのは不安です。なるなる、全然なるよ。難しいなと思いますと、だったら好きになってくれ
僕こういうタイプの女性いいなって思うけど結構警戒しちゃう。わかる。ちょっと信用できない、うん、本心がなんかすぐには 見えない。うまそうってコミュニケーション能力が高いからちょっと警戒してなんか誰にでも言ってそうだなってちょっと思っちゃう、うん、あ、来たパーソナルトレーナーね、うん、大野さん気になっております。ヘルシー、うん、ヘルシーですよ。青野ひろみです。職業はパーソナルトレーナーをしてます。やっぱね、運動してる人で、うん、悪い人ね、うん、骨盤底筋とかを鍛えたりとかボディメイクだけじゃなくてしっかり女性に特化したパーソナルトレーナーになりたいんですけど、うん、はい、モテてきたと思います。モテてきた。1ヶ月に5人の男性からアプローチされたりとか毎月違う男性に告白されたりとかっていうのはしました。結構見た目はサバサバ系やと思われるんですけど、うん、好きになった男性とかに対してはすごいね、こうニャンニャンしちゃってかボディタッチをしちゃって、いいギャップじゃないですか。リョーコみたい。ナチュラルアドコイって結構言われます。ナチュラルアドコイね、はい、と彼と一応婚約、うん、同じトレーナー同士よね。押して押して押したらいけちゃうんちゃうかなって思います。ついてない、ついた。え、なんか食べに行こう。怖いねんけど。いや、これはそういう密着とかもしたいです。やらせないで、こういうこと。ほんまにあとはやりきれないって感じです。ケイチさん、恋のパーソナル予約してもいいですか。いらんねん、こんなこと言わんじゃ。みんななんかちょっとプロっぽいのね、今回。うん、この方もすごい気になってる。一番強そうな俳優さんね、児玉さん、うん、強そうな。骨格率 100% の演技派。可愛いです。職業は俳優をやってます。アイリさん、まあ、こう、うん、なんかわかる。でもこういうの好きな男子いるよね。そういうことはまあ慣れてますね、大丈夫です。子供の頃からアナウンサーさんになるので、今回はなんか俳優としてというよりは一人児玉愛理として今日来たんで、今までその脈がないなって思ったことが正直なくて 100% 捕まえてきました。自分から行くんじゃなくてなんか相手にそうさせるように仕向けるっていうタイプですね。居座っちゃうところがありまして。でもこれセクシーなお姉さん好きな男子多いからね。居座ってる方が楽しいかもしれないですけど、怖さみたいなドキドキと好きなドキドキを勘違いして好きになっちゃうだったらそこの境界線設けない方が絶対そして結婚へと向けて動き出すんですよ。空手やってるんだ。結局一人の人として多分成長できるチャンスだと思うので、次、あのナチュラル感の方がジュッとくるね。長谷川さんが女の子泣かして普通に政権好きとかされてる。でも写真の印象よりいいかもしれない、うん、これは高須賀さん、高須賀さん結構派手めなね、今回の中で、うん、ちょっとギャルバリキャリだ。すごいじゃん。結構そういう私の会社が多いね。ちょっと経営者300店の私は中四国エリアの40店舗ほどを店舗管理をしております。スタッフ数でいうと200人弱いるんですけども、すごい。でもこういう女性を選んでこう自分のビジネスの方もうまく助けてほしいっていうかね、二人三脚で、うん、そういうなんかかなりリスペクトを感じてて、自分を限界まで追い込んで、やっぱりあの生涯のパートナーをここには選びに来てるので、やっぱ信頼関係っていうのをしっかり築ける相手じゃないと私はいいね、強さがあるね。私もちゃんと選ぶよ。仕事やりがいを持ってキャリアを求めている女性だったりとかにも勇気を与えることができたらいいなと思っています。長谷川さん、ギャルも悪くないですよ。長谷川さんはギャル好きやって。知らんけど、あんまそういうの聞かないの。もうケイチの女性の好みとか聞かないようにして、これ楽しみにしてる。恋の競争も嫌いじゃない。口に愛車です。愛車です。愛車さんね。気になっております。僕、友達の妹さん。あ、そうなの？はい。その前はモデルとかもしてなくて、お会いしたことはないんですけど、インターナショナルなビューティーコンペティションに出ることによって、すごい綺麗じゃん。自信を持って振る舞ったりとか、すごく人生も変わりましたし、人柄もとても変わりました。いや、もうさ、毎回、なんかちょっとハーフみたいなの出てくるたんびにさ、ローズじゃんって言うやん。ローズじゃん。すごく流されやすいです。ほんまに。いや、自分の気持ちが整理できてなくても、私この人のこと好きなのかもしれない。プロポーション素晴らしいね。努力の賜物。高まっていって、うん、そういう意味で受け身でした。すごいオタクなんですよ、私。本当にオタクで。僕と会うからも。うん。分かるんじゃない僕と会うからも。僕もね、アニメ見て。未来を聞き合えていく。でも、美だね。わかるよ。あとは転生系。転生系ね。わかるよ。転生とかね。好きそう。イメージがすごくあるんですけど。まあ、背格好とかね、もう歩き方やっぱもう、それだもん。猫かぶってるものだけじゃなくて、でも、ケイチが緊張しちゃいそう。さらけ出してほしいって思います。今の自分の家族がすごく理想なので、みんなすごく仲いいんですよ。そういった家庭を作りたいなって思っていて、
って、お兄ちゃんめっちゃいいやつ。お茶の方と一緒に落ち着ける場所を作りたいと思っています。あ、この人、僕結構一押しかも。尾崎舞さん。あのさ、バチロレって感あるね。あとでも、ケイチはでも尾崎の呪縛と尾崎の呪いを今感じてるはずだから。私がちょっとね、あえてね。なんかその紹介 V とか BGM でさ、主役感あるじゃん。あるよね。男性はね、こういうサポートしてくれそうな感じ好きなんよ。しっかりしてそう。人生設計もね、なんかこうしっかり考えてらっしゃる感じが。ありがとう。ありがとう、そんな好感度のために。ここでじゃあカットするね。ここ絶対カットね、見てよ、だけ。見てるよ。ああ、それでもそうよ。結婚しないのに付き合ったのいいね。これ結構、まあその、いわゆる今まで身の回りにビジネスマンだったからね、こういうタイプの女性は当然周りでも多かったから、イメージはワクワク。でも、尾崎さんとしては、いわゆる周りに経営者とかさ、そのすごいビジネスマンいっぱいいるわけだから、ちょっとその、圭一さんがビジネスマンじゃないっていう点をどう感じるかだよね。そうだね。全然違うから逆にリスペクトって感じなのか、うん、なんかちょっとやっぱり経営者としてこう比較しちゃうところがあるのか次第かなって。確かに。そこあるかもね。うん。なんかやっぱ、自分でやってるから。やっぱ少なからず収入や、うん、そのスペックや社会的ステータ、はい、さあ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 。全体的な印象どうですか、16人の女性ですけど。